富士、ロックウェル FA-300、航空科学博物館に展示される FA-300FA-300 FA は、日本の航空機メーカー、富士重工業と、アメリカ合衆国のロックウェルインターナショナル社が、共同で開発したビジネス用創発プロペーラ機。富士での故障は、モデル700。1975年初飛行。1977年5月に航空局。 同年9月に米国連邦航空局の形式証明を取得、低価格で快適な機体を目指して製作された航空機である。機体は低翼配置、総発レシプロエンジン、3枚プロペラといったスタンダードな構成であるが、機種は鋭く尖っており、スマートな印象を与える。主翼は細長いが、インテグラルタンク方式を採用、余圧キャビンは、 高度7000メートルでも快適な環境を提供する。ジェット機並みの大型鋳造品を多用したこと、外皮に接着構造や、ケミカルミーリングなど、当時の最新技術を用いたところも特徴である。日本のメーカーが、海外メーカーと単独で提携し、民間機を国際共同開発した初めてのケースであった。オイルショックの影響により、 販売提携先のロックウェルコマーシャル社の経営が悪化したため、ロックウェルは1980年に軽飛行機部門から撤退、航空機部門をガルフストリームエアロスペース社に売却した。煽りを受けた FA-300 は受注が確定する前に販売中止が決まり、すでに生産していた45機で生産終了となった。エンジンを450馬力に増強した。 モデル710も開発したが、国内向け2機、米国向け2機の4機の製造で終わった。損失は10億円に上り、FA-200 の商業的失敗もあり、富士重工は独自の小型航空機事業から撤退せざるを得なくなった。金のかかる航空機製造部門を厄介に感じていた日本工業銀行出向幹部が富士重工の上層部を占めていたことも影響している。 その実績の少なさと知名度の低さにより、日本国内でもほとんど存在を知られていない。モデル700の試作1号機が成田国際空港に隣接した航空科学博物館に、モデル710の元、富士重工車用機が、スバル宇都宮製作所に展示されている。ABCD、日本の航空宇宙工業50年の歩み、社団法人日本航空宇宙工業会。 2003年5月44ページ。ABC 長尾昭都市。FA-300 の開発計画とその市場について。日本航空宇宙学会誌26298から 307https d o i org 10 2322 JJSASS1969.26.298。ありがとうございます。